안녕하세요. 김동 선생님입니다. 方針中の諸君に新宿警察署長から通告する。警察はただいまからこの先の交通の流れを確保するため君たちの方針を部隊で整理する。整理に当たる警察官の指示に従い、こいつの外国を竹島から韓国を叩き出せ。集まったのは、まあ、あの反韓デモに対する意思表明ってことなんですけど、まあ、そのどんなデモにせよ、その例えば何々人殺せだとか、うん、何々人はここから出てけとか、そういった発言は絶対社会正義的に認められないものっていうで、まあ、そういう差別を許さないぞという意思表示のために、まあ、自分個人としては来ました。ああ、分かりました、はい。政治の問題で意見を言うのは結構ですけど、うん、ここで暮らしたり、うん、商売やってる人を貶めたり邪魔したり、あとここに遊びに来てくる人たちを恫喝するようなことをするのは、それはあのちゃんとした意見でも政治活動でも何でもないと思うし、在日の人はかえって声上げられないと思うんで、むしろ日本人がこういう社会を許しちゃいけないっていう意思表示をするべきだと思いました。素晴らしいですね、はい。なんか向こうすごく暴力的な感じなんで怖くありませんか？別にはいはい、じゃあ頑張ってください。大型バスが通過中、交通事故防止に十分注意せよ。デモを停止、異中隊あって速やかに規制線を確保せよ。規制線を確保せよ。突破人隊は一段の発射活動を実施せよ。ありますよ、よこせよ、カムサハムニラ。